なばなの里は、三重県桑名市長島町小港にある植物園である。長島観光開発株式会社の運営する、長島リゾートの一施設である。里内には8店舗のレストランがあり、他にもベーカリーショップ10.25や、売店の村の市では、特産品やチビール、お土産などを購入できる。また、長島温泉を利用した日帰り温泉施設、里の湯がある。さらには、 東海地方最大級の花市場が隣接してあり、東海地元の野菜や季節のお花が買うことができる。ソロの名前は、当地の特産品であるナ、バ花ナに由来する。チューリップフェア花をテーマにした施設としては、東海地区最大級のお花畑を有し、春はチューリップ、秋はコスモスや超大林のダリアなどが咲く。ウィンターイルミネーション、冬化の共演は、 当期に行われる LED を使用したイルミネーションイベント。夕方になると多くの客で会場はごった返す。イベント開催期間は長く、毎年11月中旬から3月下旬頃まで開催しており、イルミネーション目的の来場者はシーズンを通してみても突出している。イルミネーション期間は交通渋滞が発生するため、公共交通機関を利用するよう告知している。 開催期間が年々長期化しているため、点灯開始時間も日の入りの時間に合わせて随時変更するようになった。2011年度からは近鉄長島駅からシャトルバスが期間中毎日運行するようになった。また、イルミネーション期間中は近鉄長島駅に一部の急行が臨時停車する。長島スパーランドにあったフライングアイランドというアトラクションが 2005年度3月に移設され営業を開始。高さ45メートルまで上昇し、最長部で展望台が1回転し360度の景色を堪能できる。四季を通じ美しいバ花の里は、もちろん街の夜景を楽しめる乗り物。ベゴニアガーデン、日本最大級の温室。4棟の温室にはアンデスをモチーフにした作り。 世界中のベゴニアが咲き、温室内は常に28度を維持している。2006年5月15日に新名所としてベゴニアガーデン内に登場。5500平方メートルの敷地には800種類4000本の世界中のバラが咲いている。立体的な作りと英国風のレンガ作りの造形物など造園もあり、自然岩に誘引したバラが見られる。 特に皇室の名前のついたのバラもあり、アーチしたて、ポールしたて、カセポなどもある。2006年6月10日に新名所として登場。50種類7万株のアジサイと50種8000株の花勝負が咲く。特に敷地は8000坪とアジサイ園としてはおそらく日本最大。広い道線は車椅子等にとても優しい造り。特に中央に流れる小川には、 ジャパニーズワイルドガーデンを思わせるアラビアセリなどがほ、茂る。花勝負の植えてあるところも立体的になっており、棚田風の段々畑になっている。長島リゾートは、以下の施設と、名花の里で形成されている。ありがとうございます。